週刊文春などの連載でおなじみ、アメリカ在住の映画評論家町山智博さんが海外の最新映画やカルチャーを語ってくれるアメリカ流れ物のコーナーです。今日もご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。町山さん。はい、どうも町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ご紹介いただいた映画エア、はい、見ました。見ました。面白かったです。面白かったですね、はい、面白かった。どの辺、はい、なんか映画、その私、まあ、ふんわりとこう細々仕事をやってきたんですが、うんうん、まあ、こう通いの仕事を始めてその2週間ぐらいの、はい、タイミングで見たので、うん、仕事頑張ろうっていう気になりましたね。結構その、分かる、ビジネスをとか、うん、その自分の仕事をどうやって人に広めて、うん、でそれがものっていうものがそのカルチャーになって世界を変えていくこれからっていうところで非常に勇気づけられる点がありました、うんうん、はい、私デカミちゃんはですね、はいはい、町山さんがご紹介して説明してくれた以上に、うん、いろんな人が首の皮一枚の状態で、はい、ジョーダン の, あのエアジョーダンにつながったっていうのが結構面白くて、そうですね、本当霧島部活やめるってようじゃないけど、ジョーダンの存在感がそこまでスポット当たってない感じとかも私は好きでしたね。本人が見えないですからね。そうそうそう、画面の中にね。ジョーダンのお母さんがいいんだよな。お母さんよかったですね。そう、ビオラ・デイビスさんという名女優ですね、はいはい、なんか私ちょっと影響受けて、はい、エアジョーダンじゃないけど今日エアフォースワン履いてます。サクランボ柄のナイキ履いちゃってる。おお、すぐ影響されますから、はい、あ、本当ごめんなさい、汚いの YouTube にして、かわいいかわいい履いてます。あ、面白かった。実はね、あの映画ね、はい、ナイキの宣伝映画みたいに見えるじゃないですか。見えちゃってますよ。ナイキは一切協力してないんですよ。協力してくれよ、はい、ねえ。だって自分の宣伝になると思うじゃないですか、普通。ね、なりますよね。ナイキ側は、あの映画の主人公がマット・デーモンを扮する、ソニー・バッカロっていう、はいはい、まあ、スポーツ選手を口説いてくるね、うん、担当の人なんですけど、あの人のおかげでエア・ジョーダンが商品化されたとナイキは思ってないんですよ。ちょっと。それと、ナイキ側はどういうふうに思ってるんですか？ナイキ側は会社全体としてやったことで、彼一人の手柄みたいになってるところが、やっぱりちょっと、違うというのと、うん、マット・デーモンを扮するソニー・バッカロさんは、あの後ですね、ナイキをクビになってます。社会って怖いぜ。世の中怖いですよ、本当に。社会って怖いぜ。マジか。ね、クビになったから頭きて、ライバルのアディダスに就職してますね。うわそういう展開があるんで、はい、うわ面白い。映画の外に教えてもらえてよかった。いろいろ大人の世界があるなと思いましたね。じゃあ、はい、今日も町山さんにおすすめの映画をご紹介いただきたいんですが、はい、今日はね、はい、アメリカ、韓国、日本のですね、はい、殺し屋映画が大ヒットしてるんですよ、今。へー、で、まあ、春なんでね、うん、春の殺し屋祭りをしてね、そんな祭り、そのツイート見て笑っちゃいましたよ。そう、白いお皿が もらえたりするやつですね。シールでポイント貯めないですから。そうそうそう、そういうね、ポイント貯める話なんですけど、まずね、アメリカで今大ヒットしてるのがね、うん、はい、ジョン・ウィック4、コンシクエンスというタイトルの映画なんですよ。ほうほうほう。コンシクエンスっていうのは、まあ、結果かって意味ですけども、これジョン・ウィックシリーズの4作目でですね、うん、キアヌ・リーブスが、まあ、世界ナンバーワンの殺し屋を演じて、うん、そのナンバーワンの座を奪おうとして世界中の殺し屋が襲ってくるというですね、まあ、それだけのストーリーです、はい、うんうん、殺し屋のなんだろう、そのトーナメントみたいになっちゃってるってことですよね。そうそうそう、トーナメントですね、うんうんうん、はい、だ彼を落とせば、まあ、1位になれるってことです。はあ、まあ、非常に単純な話なんですけど、うん、監督はね、チャド・スター・エルスキーという人は、この人ずっとキアヌ・リーブスの、うん、スタントマンをやってたスタントマンですね。はい。はい。スタントダブルって言うんですけど、はい。で、とにかく延々とですね、このジョン・ウィックシリーズ4作、まあ、キアヌ・リーブスがいろんな殺し屋を迎え撃つんですが、うんうん、これね、映画史的な記録になってるんですよ。何がですか？はい、というのはね、ジョン・ウィックがこのシリーズ4作で殺した数がですね、はい、439人。439人、はい、いや、これ原稿というか資料上、はい、何人か伏せてあったんですよ、はい、そうなんですよ、はい、なんか100人ぐらいかなと思ってたら、はい、全然超えてきた、全然超えてきたんですよ。だから13日の金曜日とかに出てくる殺人鬼のジェイソンとかよりもはるかに数が多いですね。
はい、とんでもないな。それだけプロフェッショナルなのか、その物語の中で。まあ、そうなんですけど、あのキアヌ・リーブスさんだからずっとやる気なさそうに、あの寂しい顔で一人一人殺してるんですよ、うん、サクサクと。それもなんかまた見たいですね、はい、じっくり。またね、哀愁のあるね、あの表情で殺していくんですけど、うんうん、今回ちょっとすごいのはね、上映時間が3時間あるんです。お、長い、RRR ぐらいある。あ、本当だ、うん、RRR ぐらいあるんですけど、ね、でそれで140人殺すんですよ、キアヌ・リーブスが。はい、ということは1時間40何人かペースで。そうだから、もう1分20秒ぐらいで1人殺してるんで、ドラマはほとんどないです。はい、じゃあちょっと痛快な作品なんですかね、それを見るのがみたいな感じですね。あ、はい、ずっと殺してるんで、あのもうほとんどゲームですね。わ、でもあとね、うんうん、はい、コンシクエンスってことは、はい、その4作目でコンシクエンスってことは結末みたいな感じなんですか。あ、まあまあ、言えないです。これちょっと見てのお楽しみだ。言えないですけども、うん、はいはい、一応ね、今回最強の敵がドニー・イエンという、まあ、うんうん、香港のクンフースターですね、まあ、アメリカ育ちですけど、はい、スターウォーズとかに出てる人ですけど、その人が盲目 の殺し屋でキアヌ・リーブスに挑戦するんですけど、あと、まあ、真田広之さんがですね、キアヌ・リーブスと友達のホテルの経営者という役で出てきます。はい、なかなか。で、まあ、これがすごいのはね、年齢なんですよ。はい、キアヌ・リーブス今年59歳ね。へえ。そう、ドニー・エンが今年還暦で、真田広之さんが、今年ってか、あ、現在62歳なんですよ。おお、そうなんですね。でものすごい格闘バトルを延々とするんですけど、彼らが。あの、これは ね、僕が子供の頃に思ってた60歳と違う世界ですね。確かに。僕が子供の頃60歳っていうのはね、あの、本当にのんびりとご隠居してると思ったんですけど、うん、なんでこんな一生懸命この人たちは働いてるんだろうと思いましたね。ゆったりね、はい、お茶でもっていうイメージが昔はあったけど。そうそうそう、ね、汗水垂らして働き続けてるんで、なんだろうと思いますけど、うんうん、ね、しかもね、敵も味方もこれね、このジョン・ウィックの世界は防弾背広、防弾スーツを着てるんで、はいはい、何発撃っても頭を撃たない限り死なないんですよ。じゃあ本当にシューティングゲームみたいですね、そういう意味でも。完全シューティングゲームです、本当に。パパパパパみたいな。そうそうそう、だから撃っても狙ってないと死なないってことだ。死なないんですよ、頭に当たらない限り。そういうね、まあとんでもない映画でね、見てるうちに麻痺していくんですが、これがね、制作100億円以上かかってますね。100億円すげー、はい、ものすごいです。はい、で、うん、大ヒットなんですよ。へ、あ、どうかしてると思いましたけどね。はい、町山さん的にはやっぱ一作目から順番に見てほしいなって感じですか。はい、いや、どっから見ても同じようなもんです。はい、まあ、じゃあちょっと楽しみだな。はい、うん、大丈夫です、途中から見ても全然大丈夫です、はい、日本ではね、はい、ちょっとまだ公開されてなくて、はい、9月公開予定ということみたいですね、はい、そうですね、うん、はい、でもね、ネタバレとかそういうの特にないですよ。あ、そうですか、はい、さっきの話聞いてるとね、大きなストーリーもね。でもやっぱりその映画館の大画面といい音響で見たいですね、うん、こういうの。あ、まあそれはそうです ね、はい、うん、でもテレビで見ると本当にゲームやってるみたいな気分になっちゃうと思いますよ。なるほど、はい、面白そうでね、今現在ね、はい、それに対して韓国がね、ぶつけてきた、ジョン・ウィックにぶつけてきたのは、キル・ボクスンというタイトルの映画で、これはね、ネットフリックスで3月31日から配信してて、はい、今トップなんですよ、1位なんですよ、人気が。1位、はい、これはやっぱり全く話が同じで、韓国の、ナンバーワンの殺し屋に、うん、あの韓国中の殺し屋が挑んでくるっていう話なんですけど。似てますね、はい、うん、同じですよ、ほとんど、うんうん、はい、ただちょっと違うのは、はい、そのキルボクスンというナンバーワンの殺し屋がお母さんなんですよ。あ、女性、はい、はい、で15歳の一人娘を育ててて、うん、でまあ、その娘が思春期なんでね、うん、あのいろいろ苦労して、そのあのキルボクスンさんがね、あの殺しはね簡単よと、ね、うん、まあ、殺すか殺されるかだからと、うん、でも子育てはそうじゃないから大変だわっていう、なんというか子育ての苦労話です。はい、うわ、これ見たいな、ね、哀愁あるセリフですね、すごく。そうですね、面白そう。ただね、ものすごいお金持ちですよ彼女は。はい、まあ、これどういう仕事をしてる人なんですか。え、殺しです。あ、殺し、
メインの仕事が殺し屋です。殺し屋です。でもその、なんだろうな、その世で生きていく上で、うん、あ、私殺し屋ですとは言えないわけじゃないですか。なんか言えないんですよ、ね。だから娘は、お母さん何してんのかしらって探りをかけていくんですよ。知らないんだ。娘は知らないんですよ。なんか、あのね、一応ね、芸能プロで働いてることになってんだ。ああ、なるほど。プロ。はい。プロダクションの。MK エンターテイメントっていう、あの、なんか、K-POP の会社みたいなところに働いてるんですけど、うんうん、そこに所属しているタレントはみんな殺し屋なんですよ。わ、いい、かっこいい、かっこいい。じゃあ、うん、その歌って踊れる殺し屋とかがたくさんいるってことですか？はい、歌って踊れる人もいればよかったんですけど ね、まあ、そこまではいないんですけど、設定としてはそういうことなのか、ね、はい、まあ、芸能プロの、まあ、隠れ蓑で、まあ、殺しをしているという話でね。面白そう。今日の放送では何回殺しというかね、ちょっとね、記録なんですけど。あれ、はい、あらら、今のところ、ね、これね、はい、ごめんなさい、もうかなり20回ぐらい行ったと思いますけどこれね、すごいのはね、キルボクスンさんを演じてる女優さんなんですよ、うん、はい、現在50歳で、この方もね、うん、チョン・ドヨンさんという人なんですけど、はい、この人アクション映画多分初めてなんですよ。はい、この人ね、シークレットサンシャインっていう映画でカンヌ映画祭で、うん、主演女優賞を取った世界的な演技派女優なんですよ。でもその方に50歳で初めて凄まじい格闘アクションやらせてるんですよ、うん、なんかアクションとかを、まあ、される俳優さんって、はい、結構もう若い頃から舞台でバリバリ立てやっててって方とか、ね、若い頃からそういう感じじゃないですか、ね、うん、50歳で始めるって多分相当の苦労とかがありますよね、はい、撮影中大怪我してますやっぱり。そうなんだちょっとなかなか美談にはしづらいですけど、でもちょっとしづらいんですけど、まあ、やったことない人にね、いきなりやらせてるんでね、すごいことになってますけど、はい、でもね、結構楽しくてね、映画としてはね、うん、その殺し屋たちが次々と襲ってくるんですけど、うん、みんなナンバーワンのキルボックスも尊敬してるんですよ。ほう、だからボクスさんお願いしますって言いながら襲ってくるんですよ、殺し屋が次々と。なんかあれですね、道場破りみたいなノリなのかな。そうですね、みんなファンなんですよ。そういうことか。うわ、でもその面白そう、これこう向かってくる相手と の、 その人間関係、うん、この、はい、もうこうキュンってしそうなところがいろいろありそうですね。ありそうですね。あのね、これもね、多分ね、ジョン・ウィック3のね、うんうん、がヒントになってるんですよ。はい、ジョン・ウィック3で最大の敵がジョン・ウィックの大ファン の、はい、あの追っかけの人が殺し屋として来るんですね、マグダガスコスと。でファンですとか言いながらこう襲ってくるんで、うん、あのキアヌ・リーブスしょうがないから、まあ、刺したりするんですけど、ナイフで、うん、刺したりするためにああいいな、ウィックさんいい、いい倉庫だって言うんで、ものすごく気持ちが悪い殺し屋なんですよ、ね、なんか愛ゆえにその、はい、ね、追いかけたい、追い越したい存在だけど、うん、やられたらやられたでこうやってやってたんだみたいな。そう、それも嬉しいっていうね。さすがにその時だけはね、いつも無表情のキアヌ・リーブスも、うん、うわ気持ち悪いって顔してましたけどそうなんだ、はい、見どころですね。でもちょっと気持ち分かるな、なんかコメディがちょっと入ってるんですね。なるほど、いいですね、はい、でそれがね、キルボクスンで、はい、これがで韓国映画なんで、うん、制作費は結構あって10億円ですね。おー、はい、8.8 ミリオンダラーなんで、まあすごいんですけど、で3本目がですね、これ今日紹介する殺し屋映画で、はい、日本映画です。お、はい、お、日本だ。でこれベイビーワルキューレというタイトルで、うんうん、これすでに2021年公開かな、はいはい、なんですけども、これアメリカでやっと最近見れるようになったんで僕見たんですよ、うんうん、はい、ですごい面白かったんですよ。あ、今ね2がね公開されてるんですよ、うん、日本だとその一作目ってことですよね。一作目です、はい、はいはいはい。で僕見れなくて、見たかったんですけど、うん、やっと見れてね、アメリカでね評価がね、ロッテントマトっていうあの批評を集めたやつで 100% なんですよ、うん、すごい評価高いんです。辛口のサイトとかじゃなかったですか、ね、そうそう、ものすごく辛口なんですけど、うん、ロッテントマトって、でそれ 100% なんでね、ものすごいんですよ。え、何がそこまで評価されてる要因だと思いますか。これね、殺しがね、この今まで紹介した3本の中で一番すごい、はい、で一番笑える。ちょっと意外な気もしますよね、はい、日本の作品がそれだけっていうのは。そうなんですよ、ジョン・ウィックはね確かにすごいんだけど、ずっと単調なんですよ結構。なるほど。工夫がちょっとなくて、うんうん、結構飽きてくるんですよ、ゲームっぽいからね、繰り返し繰り返しになって、まあ、人数は重ねていくけど、うん、そうそうそう、うんうん、ベビーワールキューラーね凝ってるんですよ、それぞれが、はあ、どんなところにその凝りが出てくるんですか。まあ、これはね、これ主人公が2人がですね、うん、女子高生っていうか、まあ、10代の、まあ、女子なんですよ、うんうん、で
まあ、殺し、人殺しをやってるんですけども、うん、あの、なんというかですね、ダメな子ちゃんなんですね。ダメな子ちゃん、ダメな子、今っぽい感じなんかな。例えば最初に今っぽい感じなんですよ、はあはあ、とにかくね、ダリーとか言っていつもダリーって言って、Z 世代の感じね。私らよりさらに年下のね、そう、何やるにもあんまり気合い入んない感じなんですね、はいはいはい、で例えば最初にコンビニのバイトの、まあ、面接をね受ける時も、うん、もうはいはいみたいな感じで、絶対採用しねえみたいな感じなんですよ、はいはい、ね、でまあそこからですね一気に殺しの方に入るとものすごい動きなんですよ、うん、早くて、わ、そのギャップはちょっとグッときますね。そうなんですよ、うん、で非常に、ね、説得力があって、例えば女の人が殴ったりするときって、例えばそのパンチ力がいくらあっても、うん、男の人をパンチ力で倒すことはできないじゃないですか、そうですね、相当鍛えてないと、うん、体がね、だからちゃんと肘打ちなんですよ。ああなるほど、なんか理にかなったことやってるんですね。そう、ものすごく説得力あるんですよ。戦うシーンが、でもねやっぱりだるくて殺した後、ああ疲れたって言うんですよ。なんかその緩急いいですね。いいですね、すごいいいんですよ、こうまさに緩急なんですよ、ゆるいとかものすごくゆるくて、うんうん、でも殺気はものすごいんですよ。へー、このベイビーワルキューレって主演お二人ともこの若い女性なんですね。はい、これなんかこのね、伊沢沙織さんっていうね、はい、この金髪の女性のね、はい、動きがものすごいです。へぇ、ちょっと要チェックだ。てか見よう、すぐ。はい、うんうん、でね、ただね、これ見ててね、やっぱり強烈なのはね、その日本の若い人たちの貧困度なんですよね。うん、はい、ああ、そこちょっとリアルな描かれ方というか。そうなんですよ。うんうん、だって殺しやってんですよ。殺しやってんだけど、そのさっき言った韓国映画の同じ殺しのね、はい、そのキルボクスンがどういう生活してるかっていうと、さっき言ったみたいに豪邸に住んでね、うんうん、で、あの父母会とかに行くとき、全身シャネルみたいなね、あの格好でね、お金持ちだ、ハイブランドのね、はい、あのバッグとか持って、うん、で乗ってる車はベンツですよ。うわね、ところがこのベイビーワルキューレの2人はね、うん、まあ、1DK のまあ安アパートに住んでるんですけど、うん、ウグイス谷ですよ。おラブホテルとかいっぱい並んでるところの、そうですよね、そう、安アパートに住んでるし、うん、ね、で着てる服がね、わかるかな、なんていうか寝巻きみたいな服着てる子っているじゃないですか、よく、あ、まあ、ジャージファッションというか、うんうんうん、そう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 、ドンキで買ったみたいなさ、ゆるっとした、そう、それ寝巻きのまま来てねえみたいな格好でね、うん、でしかも乗り物はあっちがベンツなのにこっちはママチャリですよ。ママチャリ、え、でもママチャリで殺しに行くんですよ。それ女子高校生がママチャリで殺しに来るのめちゃくちゃかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいんですけど、殺し自体は、うん、ママチャリですよ、はい、でもなんかちょっとなんだろう、切ないというか、うん、日本のリアルな社会感じますよね。そうですね、どれだけ重要な働きしてもちょっと貧困から抜けられない的な、そう、で抜けられないんですよ、うん、で彼女たちはでも自分たちは貧乏だと思ってるんだけど、うん、メイドカフェで働くときにね、うん、あのお昼ご飯としてあのコンビニのサンドイッチ持ってくんですよ、うん、と他のメイドカフェで働いてる子たちが、あ、コンビニの300円のサンドイッチ買えるなんてお金持ちなんですねって言うんですよ。うわ、切ないな。みんな自炊してんだ、うん、そう、この日本の貧困どこまで落ちたんだっていうね。いやー、でもな、ちょっと殺しをしてももう分からない、せめて殺し屋にはちゃんとしたお金をあげてほしいと変な訴えです、それは思うわけなんですよ、僕は本当に。いやね、でもフィクションとの中でそのリアルさがあるっていうのは結構ね、うん、結構ね、でね、あとね、リアルだったのはね、殺されるおっさんたちね、殺される人たちは、はいはい、あ、そうそう、だから安い殺しばっかりなんで、あの本当になんかあのちっちゃいことで頼まれてるんで殺しの代金も安いみたいなんですけど、そっか、やっぱこのキルボクスンとかジョンウィックはもうちょっと壮大な殺しの目的やテーマあるかもだけど、そう、マフィアのボスとかそういうのなんですけど、政治家とかね、はいはい、こっちはもう本当に安い近所の人を喧嘩で殺すみたいな話なんですけど、ちょっとしたトラブルというか、そう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 、あ、そういう感じなんだ、ね、そういう感じなんですよ。なんだろう、感情移入しやすいかもですね。そうですね、うん、でもものすごく感情移入しちゃって、うんうん、で殺される人たちがおっさんなんですけど、はい、みんなそのこのベイビーアルキューレの2人をね、女の子2人をイラッとさせるんですよ、うん、ああ、
なるほど。あーって二人一緒に同時にいたね。大丈夫、あの町山さんのこと依頼したりしないので大丈夫ですよ。いやいや、だから俺本当に見ててどういうふうにイラッとさせるかっていうと、はい、そのおっさんたちがね、こう昔の漫画やアニメの引用するんですよ。あれ、あー、はあ、はあ、あれ、あれ、あれ、聞いたことある、ね、ような聞いたことあるでしょ、はい、聞いたことあるな。ジョジョとかラピュタとかそういうののセリフを引用するんですよ、はいはいはい、とこの女の子たち心の中で知らねえし古いし生まれてねっしみたいな感じなんですよ。あれ、先週とか先々ぐらいなんかそういう目にあったような気が、なんか嘘つきおじさん、ね、みたいなね、でしょ、超リアルでしょ、はい、ね、超リアル。でこの女の子たち、あの頭の中でそのおっさんを殺したりね、はい、本当に殺したりしてんですよ。ね、だから俺もこれ見てて、あ、俺は頭の中で殺されてるんだと思ってたんですよ。さすがにそんなことない、そこまではしませんよ、はい、されてると思いました本当にね。もう私があのジジイっていう時は頭の中で私、町山さんともう肩組んで小作ダンス一緒にやってますからぐらいの愛情表現でやってますから。なぜ小作ダンス一緒に息合わせてやってますからね。依頼しない、安心してほしい、安心してください、はい。いやでもね、本当にいろいろと身につまされるのがね、このベイビーアルキューレでね。でも本当アクションシーンはすごいんですよ。へー、ものすごいリアルでね、この監督の坂本優吾さんも割と若い方なんですよね。若い方ですね、うんうん、はい。だからこの監督自身のね、そのジョジョを引用するやつに対する苛立ちがねすごいあるんだろうと思うんですけど。そうか、実体験、まあ、私たちね、32歳31歳世代だと、うん、ジョジョとかラピュタの引用全然わかりますけど、わかります、うん、ちょっとね、それより下になると本当に通じないとかはやっぱあるから、ね、坂本さん自身の体験と、まあ、自戒を込めてとかもあるかもですよ、はい、いろいろあるでしょうね、思わず言っちゃうっていうことはね。ちょっと見たい、はい、楽しみだな。本当に僕はこれからね、うん、なんかそれ言いそうになったら頭の中で殺されてるって思いながらね、もう本当に自制したいと思いますけど、はい。でね、これね、2の方が今劇場公開中らしいんですけど。そうですね、日本では公開中ですね。2の方がやっぱりね、この2人のナンバーワンの殺し屋を狙ってくる別の殺し屋っていうね、みんな同じ話になってます。確かに似てる展開は。みんな似てるんですけど、うんうん、これね、制作費ね、あ、そう言うの忘れて、このベイビーワルキューレってね、おそらく制作費1億円かかってないですね。おぉ、すごい安い。100億円、10億円、1億円。そう、100億円、10億円、1億円っていうね、このね、アメリカ、韓国、うん、日本の大会、ね、殺し屋祭り、じゃあ誰が優勝かって、うん、僕はこれベイビーワルキューレ優勝ですね。あ、その制作費の中でって思うと、はい、100億円に勝ちましたよ日本が、はい、いや、ね、でもやっぱ日本映画界頑張れって気持ちにもなりますけど ね、 そうですね、うん、みんな野球は応援してるけど殺し屋の応援しないんで、ちゃんと殺し屋も応援してください。映画の中で、映画のね、映画の中で、はい、はい、でベイビーワルキューレ、これに、タイトルがですね、ベイビーワルキューレ2ベイビーですね、うん、ベイビーワルキューレ2ってさっき言っちゃいましたけど、あ、そうだ、タイトルは2ベイビーというものですね、はい、2ベイビーが現在公開中なので僕見てないんですが絶対面白いと思いますよ、うん、はい。じゃあちょっと町山さんの代わりに日本のリスナーの皆さんはぜひ見に行ってください。はい、ありがとうございました。どうでした、ありがとうございました。以上、映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物でした。町山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アメリカ流れ物は各種ポッドキャストでも聞くことができます。ぜひご活用ください。